私はあかり。私は旦那のコウキと3年の交際を得て結婚し、今はコウキの両親と一緒に暮らしています。家族みんなで集まっている時は楽しそうに会話して本当に仲のいい家族という感じなのですが、実は交際している時から一つ問題があったのです。それは姑からの嫌がらせ。息子が大好きな姑はコウキやお父さんの前ではいい姑を演じているのですが、二人になるとその姿が豹変。交際している時は悪口だけで済んでいたのですが、結婚してからはその嫌がらせがさらにエスカレート。私がトイレに行くと、お母さん、私入ってたんですけど電気消さないでもらってもいいですか。あら、ごめんなさいね、電気代の無駄だと思ったから。無駄って、コウキやお父さんの時には消さないですよね。だってあなたはよそ者だからね。結婚したんですから、そんな言い方は。あら、文句言うの？誰が息子と結婚許したと思ってるの？それはお母さんとお父さんのおかげですが。だったら私のことに従いなさいよね。電気を消してくるのは当たり前。さらに最近では LINE でも嫌がらせをしてくるようになりました。あら、まだ寝てるの？一体何時だと思ってるのよ。すみません、今日は体調が悪くて。またそれ、ほんとあなたって嘘がうまいわよね。嘘じゃないんです。早く起きてきて私のご飯を準備しなさいよ。体調悪いのでご自分で作ってもらえますか。は？私のご飯を準備するのはあなたの役目でしょ。何のために働かずに家にいると思ってるのよ。それはコウキが専業主婦になってほしいって言うので。だから家にいて何もしなくていいって言うの。本当に今日は体調悪くて、だから朝から部屋にこもってるんです。ああ、そう、そんなのどうでもいいから早くご飯準備してよね。じゃないとこの家から追い出すから。わかりました。体調悪くても家にいるんだから動けだの、誰のおかげでここに住めると思ってるんだだの、毎日のように言われる悪口と嫌がらせ。私は精神的にも肉体的にも疲れがピークに達していて、体調を壊すことが多くなりました。私はもう耐えきれず、コウキに相談することに。コウキ、仕事中ごめんね。どうした？あのね、私最近体調が悪い日が続いてるの。そうだったのか？そんな風には全然見えなかったけど。うん、お母さんから家にいるなら動けって言われてたから。そんなことお母さんが本当に言うのか？うん、付き合っている時からずっと悪口言われたり嫌がらせされたり、最近はその嫌がらせもひどくなったの。そんなことないだろ、だっていつもお前のこと心配してるって言ってたぞ。本当の娘のように思ってるって。それはコウキとお父さんの前だから、私と二人っきりになると様子が変わるのよ。そんなわけないだろ、お前の勘違いだよ。お前のためにやってくれてるんだよ。勘違い？え、そうよね。そうだよ、過敏になりすぎなんだよ。そうね、私の勘違いかもね。仕事中ごめんね、頑張って。あ、コウキもお父さんもいい人なのですが、コウキは私のことを信じてくれませんでした。それもそのはず、だってコウキとお父さんの前ではいい人ぶってるのですから。このままだとやっていけない、そう感じた私はネットで姑の嫁いびりについて調べていると、ある方法を目にしました。私は試してみる価値あるかもと思い実行してみました。今日お寿司取りますね。あら、一体何のつもり？別に何もないですけど、たまにはいいと思いませんか？そうね、あなたのまずいご飯を食べなくて済むと思えばいいわね。じゃあ私お寿司頼んでおきますね。ああ、それ私がするわ。え、でも手間ですよね。いいわよ、別にこれくらい電話するくらい私にもできるんだから、年寄り扱いしないでほしいわね。そうですか、じゃあお願いしてもいいですか？別にあなたのためじゃないわ、コウキちゃんのためにやってあげるんだから。わかりました、じゃあお願いします。その夜、私の予想通り私の分は頼まれていませんでした。あれ、私の分がない。あら、ごめんなさいね、数間違えちゃったわ。あかりさんはお茶漬けでもいいわよね。いえいえ大丈夫です、私はコウキと食べますからね。コウキ、ああいいよ、あかりと分けて食べるから。ほら、あかりはこれも食べな。コウキありがとう。でもこれじゃあ足りないよね。ああ、かわいそう、お母さんがミスしたばかりに。でも大丈夫、後からコウキの好物作ってあげるね。ほんと？やった。
本当は私にお寿司を食べさせたくなくてやった嫌がらせでしたが、結果姑の大好きなコウキがお寿司を食べられなくなった上に、コウキと憎い私のラブラブさを見せつけられた姑は怒りでフルフル震えていました。私に何かすれば自分の可愛い息子に帰ってくるんだぞとさりげなくアピールしてやったのです。しかし姑の嫌がらせはこんなことで終わるはずもなく、この前の態度は何なのよ。私の前でコウキちゃんとイチャついちゃって本当に腹が立つわね。あなたは部屋を散らかさないでくださいよ。別に夫婦なんだからいいでしょ。ほんとムカつく。あれ、母さんどうかしたの？はあ、コウキ早かったね。おかえり。ただいま。で、何この部屋？ちょっと手が滑っちゃってね。今あかりさんが片付けてくれるから、コウキはゆっくりして。やだどうしよう、私だけじゃ片付けられない。は？いいよいいよ、俺がやるから。あかりは座ってて。ありがとう。じゃあお礼にコウキの好きなアイス買ってくるね。マジで？ありがとう。嫁いびりのために部屋を荒らしたのに、結果コウキが片付ける羽目に。私はすぐに買い物に行って帰ってくると、コウキが片付けている最中、姑は私のことを悔しそうに睨みつけてました。そして私は極めつけにやってやったのです。あら、コウキちゃんと夫は？あ、さっき二人で買い物に行きましたよ。ああそう、あかりさん、あなた最近やってくれたわね。え？何をですか？何をってしらじらしい。コウキちゃんの前でどうにか私の本性を暴こうとしてるみたいだけど、そうはいかないわよ。そんなことしてませんよ。これまでの私がしてきた嫌がらせの復讐をしようと思ってるんでしょう。トイレの電気消したり、あなたの分のお寿司をわざと頼まなかったりしたのが悔しいんでしょう。それは本当に困ってましたよ。夜のトイレ本当に真っ暗で、トイレットペーパーの場所もまともに見えないんですよ。しかもあの時はコウキがお寿司を分けてくれたからいいけど、体調が悪いって言っても動け動けって。当たり前でしょ、あなたはよそ者なんだから。でも医者に安静にしてくださいって言われたの知ってますよね。だから何なの？あなたの体調なんてどうでもいいわよ。このままだと本当にこの家から追い出してやるから。そう姑が言った瞬間、姑の後ろにある寝室の部屋のドアがガチャッと開いて、驚いた顔をしたお父さんとコウキが出てきました。その瞬間姑の顔が真っ青。買い物に行ってたんじゃなかったの？寝室に入ってもらってたんですよ。あなたさっき、お母さんが私にしていることを知ってもらいたくて。は？本当あなたって？母さんどういうことなんだよ。あかりがよそ者って。違うのよ、これは。その違わないだろ、俺も父さんも聞いてんだぞ。見損なったよ、母さんがそんなことしてたなんて。ごめんなさい、ただ私はあかりさんを押しつけただけで。追い出すとかよそ者とか言うのがか。あかりは俺の大事な人だって母さんも分かってるだろ。分かってるわよ、だからしつけよう。もういい、俺あかりと二人で暮らすよ。そんなこと言わないでね。いや、俺の大切な人を傷つけたんだ。早くて来週には出ていくよ。どこに行くのよ、家なんてないでしょう。すぐに住める賃貸でも借りて、その後二人で住める場所を見つけるよ。母さんには教えないからな。そんな。その後姑はすっかり落ち込んでしまい、私に悪口の LINE を送ってくるどころか、大好きな息子に嫌われて撃沈していました。そして私とコウキは1週間後に仮住まいのアパートへと引っ越し、今は二人でずっと暮らしていける家を探しています。お父さんはというと、姑の本性を知り説教、さらに四六時中姑が変なことをしないか監視していて、姑は肩身の狭い暮らしをしているのだそうです。嫁いびりに気づけなくて申し訳ないと、お父さんは今までより一層優しくなったので、私は快適に暮らせています。ネットで見つけた方法でしたが、見事に姑を成敗できてスカッとしました。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。どうも皆さんこんにちは、コイコレを担当しているまさきです。コイコレはその名の通り、裏若き学生たちの恋愛からアダルティーな大人の恋愛まで、笑いあり涙あり感動ありのストーリーを皆様にお届けします。
疲れた仕事帰りやちょっと落ち込んでしまった日に見てもらえると、温かいストーリーと登場人物たちがきっとあなたを励ましてくれると思いますよ。もちろんそれ以外のバリバリにご機嫌な日でもものすごく楽しめる内容になっているからね。僕自身もストーリーの良さに、相手役の方の声に癒されながら日々楽しく演じさせてもらってます。おっと、身内びいきじゃないですからね、本心です。恋これは毎日更新、皆様の生活とともに日々成長していきます。ぜひぜひお楽しみに。恋これ見てねー。